い、では、まず、聖書を今日読んでいきたいと思います。So、let's open up Bible and read together. ルカによる福音書のシリーズですね。もう何回目かな。はい、今日は7章です。So, today we're gonna, talk about the Luke chapter 7. はい、7章の1節から10節を、日本語だけですけど、まず読みたいと思いますね。For English version, please read the, Luke chapter 7, 1 to 10 on the note.はい、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようにお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでになりませんように、あなたを私の屋根の下にお入れるする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行くし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中に見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみるとしもべは良くなっていた。じゃあ祈ります。 Now, let me pray. 神様、今日は本当にペンテコステの日です。God, today is the day of Pentecost. イエス様が本当に復活し、そして聖霊として私たちに本当に望んでくださっていることありがとうございます。 Jesus, thank you that you are resurrected and you are now on us. 今日イエス様、どうぞここにいる一人一人に、またオンラインで見ている方々の上に本当聖霊が注がれていきますように導いてください。 Jesus, please lead us, that lead us here and watching online, that you give us the Holy Spirit on us. そしてこの御言葉を通して、あなたが伝えたいことが本当に一人一人に届いていきますように導いてください。 And we pray that you're gonna deliver your word into us, Lord. イエス様の名前で祈ります。 In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.今日のテーマはですね、イエス様の御丈にっていうテーマです。Today's theme is Jesus's statue. まあ、ちょっと今読んでいただいたんですけれども、so、as we, いや読んだんですけど、so、as we read Luke chapter 7, ここ、まあ、皆さんよくご存知だと思うんですが、so、you may know the story well. こう100人のこうしもべを持つリーダーと、まあ、しもべの関係を、まあ、表していたりするんですけれども、so、this is a story about the relationship with the centurion and his servant. その100人のリーダーのこのしもべ、まあ、奴隷なんですけどが、まあ病気になって死にかかっているっていう状況の場所ですね。 And this situation is that the centurion's servant is very sick and he is about to die. でこの人が治るようにと思って、その百人隊長はイエス様、この人が 治るために私の家に来てくださいとお願いするんです。 And the centurion pleaded that and saying, Jesus, please come to see us so that my servant will be healed. なぜならこのしもべは街道を建ててくれた、すごい貢献、私たちのチームに貢献してくれた人なので、本当に癒されてほしいんですっていうお願いを百人隊長はイエス様にするんですよね。 Because this servant was highly valued because he will help to build the synagogue and then centurion pleaded Jesus to heal him. でイエス様はその時にその願いを聞いて、こう百人隊長のところに近づいてきてくれてるわけですよ。 And Jesus heard and listened his the prayer and then he decided to go to the centurion's house. そこで皆さんに一つ
お伝えしたいことがあります。But, here I want to tell one thing. イエス様は来てと言ったら来てくれる方です。So Jesus is who can, who come to us when we pray to him, come to me. はい、あ、本当に優しいなとこの時、ここジャーナル、聖書をこう準備してる時に思ったんですね。来てくださいって言ったら、分かったって来てくれる方、イエス様は。I feel, Jesus is very kind, if we pray that come to me, Jesus, he actually come to us. そして来るってなってこうイエス様が近づいてきてくれてる時にこの百人隊長はあやばいと思うんです。But, during that Jesus is coming to the centurion, this actually the centurion felt something. 6節でイエス様わざわざあなたは来ていただかなくていいです。私の屋根の下にあなたを入れる資格は私にはないんです。なかったんだっていうこの自分のこう本当の姿というか罪のこうなんてイエス様とはこう交われない存在だったという自分に気づくんです。In verse 6, the centurion says, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. So in this situation, the centurion realized that he doesn't deserve to have Jesus, doesn't have the relationship with Jesus here. そう、いわゆるドタキャン。So, he canceled, he canceled the like plan. そう、だから今日のテーマは本当はね、ドタキャンする百人隊長にしようと思ったんだけど、ちょっと違うなと思ってやめた。So anyway, he canceled at last minute to see him, to see Jesus.そのでもそのドタキャンした百人隊長の言葉がその自分の罪に気づいた時に言葉が変わるんですよ。But once the centurion realized that he had, he doesn't deserve to have Jesus, the word from centurion gradually changed. そう来てもらわなくてもいいんだ。言葉神様の言葉さえいただければこの大切なしもべは癒されるんだという信仰をもう一度持ち直したんですね。The centurionhave the truth, have the faith that if I only have the word of God, then my servant will be healed. で、そうしてるうちにしもべは癒されているんです。And after that, the servant will is healed. ね、なんかすごいと思いません？ This is amazing thing is happening here. 癒しってどうやって起こるんだろう？So, do you have any idea how healing will happen? 人生が変わるってどうやって私ここ起こってるんだろうってちょっと思ったんですね。So I wondered how does these things happen? ここには百人隊長のものすごい葛藤や迷いがあります。So in these verses, I see that they're struggling. そして自分の罪意識も芽生えます。And then the centurion realized that he haveSin. He has sin. その中でしもべが癒された。And during that situation, his servant was healed. まあそこから今日2つイエス様がから教えられたことを一緒に見ていきたいんですけれども。Today I want to I want to talk about two points through this. まず1つ目に彼が持っていたメッセージって。百人隊長が持っていたメッセージっていうのは神様に対する権威ある神の言葉だったんですね。So first of all, what he, the centurion has is the authority of God's word. ここに先ほども言ったんですけど、イエス様に最初来てほしいってお願いしたんです。The centurion first pleaded Jesus, like, come to me, come to us. でもイエス様が近づいてきたら、なんかこうちょっと恐れが多分やってきたんだと思うんですよ。But once Jesus is trying to get closer to him, maybe I believe that gradually the centurion feel some like fear. なぜならこの百人隊長もそのリーダーの下にいたので、リーダー、まあ、影響力があるっていう方の影響力を受けていたから、まさかイエス救い主イエス様が来るとなったら、やっぱり緊張もしますよね。So because heis under the authority and he like he was he's kind of nervous to know that Jesus actually coming to him. そしてそんな清い神様が僕のところに来るっていうことは同じ屋根の下にイエス様が来てくれるんだと思ったらもう本当にこうお願いしたもののなんか厚かましく感じたんだと思うんですよ。And I believe that the perfect God
Almighty God is coming to me, and am I deserve to like spend time with Him together? そして彼のその言葉はこうですね。4節、あなたにそうしていただく、あ、4節じゃないね。その時に彼は、資格は私にはないんですって。あなたを迎え入れる資格は私にはないんですという感情が芽生えるんです。And he felt like shameless and he have a thought that I don't deserve to have Jesus here.ね、ここに2回も資格っていう言葉が出てくるんですよ。So、in this verses, there is the word that I am not qualified.、ね、なんかこう自分がそれにふさわしい資格があるって思うと、みんな自信を持てますよね。So, if we feel that we are qualified to do something, maybe we can have confidence for it. こう自信も湧いてきたりすると思うんだけど。We feel confident. でもそれにふさわしくないと思えた瞬間、これ退きたくなりませんか？ But once we feel that we are not qualified to do this, we just want to like run away from that thing. なんか依頼されたり、奉仕を依頼されたり、何かお願いされたりするときに、本当それに自分ふさわしいかなって思いませんか？ It can be the serving in this church or things that someone asks you to do. And if you feel that you're not qualified to do this, you may want to run away from this.で今日もう一度思い起こしたいのは、But、イエス様は誰のもとに来るかってことなんですよ。But one thing we want to remember today is, who will Jesus come to? イエス様はどういう人のところに来てくださるんでしょうか。So who does Jesus come to? 資格のない人のところに来てくださるんです。Jesus comes to the one who are not qualified. 皆さん、ここに来ているのは、イエス様が受け入れてくれてるからここにいるんじゃないですよね。So the reason we are here today is not because Jesus accepted us. 私たちは資格がないのにここに入れるんです。So the truth is we are not qualified, but we can be here. 神様は完全で完璧で罪が一つもないんです。God is Almighty God and He doesn't have any sin at all. その方が私たちと共になりたいとおっしゃった。And that one deserve to be like together. 資格のない私たちを友と呼びたいと言ってくださった。He deserved to call us as friend. それが恵みです。This is the grace.これが私たちの信仰の太い土台に皆さんありますか？ This is the very strong foundation of our faith. Do you have it? ルカの15章の中にも有名な聖書の箇所で放蕩息子の話がありますね。So in Luke chapter 15, we see the very famous story about the prodigal son. ね、お父さんの財産を全部使い果たして弟はもう我に返ってお父さんのところに帰ってくるシーンありますね。So there is a scene that prodigal son spent all money of his father and he finally came back to his father. ルカの15章のこれ19節ですね。13って書いてるから19。I'm sorry, it's Luke 15 chapter 19. It's not 13. そう、彼も同じように言います。もう僕は息子と呼ばれる資格はないんです。雇い人の一人にしてほしい。In Luke chapter 19, the prodigal son says, I am not qualified.To have you, please use me as a servant. でもお父さんは彼を雇い人とは呼びませんでした。But his father didn't call him servant. 息子として息子を呼びました。He called his son. そして彼はその天の父はその息子として失った資格を資格あるものとしてキリストを使わせて回復してくださる。してくださったんですね。And the father in heaven tried to get back his son through Jesus Christ. 皆さんの信仰の土台の本当にもう揺るがないベースに私たちは本当神様に資格のないものを資格あるものに変えてくださったというこの恵みの揺るがない土台をしっかりと築いてほしいと思います。So today I would like you to build the really strong foundation that because of grace we are turned into the one who have quality.
ただこの100人隊長が違った部分がありますね。So, get back to the story of, centurions. 私たちが資格がないと思うとちょっと遠慮しますよね。When we feel, when we feel that we are not qualified, we just, get nervous or run away from that. でもこの100人隊長は資格がないからって言って退かなかったんです。But the centurion, didn't run away from like his situation, even though he feel that he is not qualified. そのイエス様来なくても言葉さえいただいたらこのしもべは治るんだという信頼はなくならなかったんです。So in this, centurion, his trust to, God never changed. If only have the word of God, the trust was never shaken. ね、なんか私たちもよくありませんか。こうこのね、イエス様来ていただいたら癒されるっていうようなこう私たちの信仰生活、もしこういうことがあったらいいのになっていう言葉って使えませんか。Sometimes we may have a same situation to this, like, if I were blah blah blah, I could do something. わかります。イエス様が来てくれたら治るっていう信仰じゃなくて、It's not a, faith that if Jesus come to me, I will be healed. ちょっと、ま、あの、ヨハネの11章にこのマリアとマルタの会話があるんですね。So、in、John chapter、11, there's a story about Mary and、Martha. ヨハネの11章の21節にこのマリアとマルタの兄弟のラザロが死んだところのシーンですね。So this verse is、the story that、the Lazarus、is dead.ノートにもあると思うんですけど、21節にマルタはこう言います。主よ、もしあなたがここにいてくださったら私の兄弟は死ななかったでしょう。In John chapter 11:21 says, Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. そしてマリアも同じ40節で、もし、あ、違うね。そのように、あの、でもイエス様はこうおっしゃった。もしあなたが信じたら神の栄光を見る。But Jesus replied to this. Jesus said to her, "Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God?" もしあなたがここにいてくださったら、私の兄弟は死ななかったでしょうっていう。もしこうだったら、こうならなかったのにっていう言葉をマリアもマルタも言うんですね。So in chapter, John chapter 11, verse 21, we see the like.That if Jesus, you had been here, my brother would not have died. この私これをなんか読んでいた時に、なんかちょっと違和感を感じたんですね。So when I read this scripture, I kind of don't have don't comfortable with it. あのよくあの例えばもしあのこう英語が喋れたらもっとなんかこうたくさん外国の友達ができるのにとか、like for example, if I could speak English, I could have more friends here. もし身長がもっと高かったらモテたのにとか、like if I were higher, maybe I was、be the like famous person. もしもっと私明るい性格だったら社交友達がいっぱいできたのにとか、思ったことないですか ？If I were like more fun person, funny, friendly person, maybe I could have more friends.、ね、もしあのすごい良い両親に育てられたらとか、or if I were raised more good parents, I could be a good person. もしこの学校に入れてたら、もしお金があったらみたいな。If I could enter this school, if I could have much money. ちょっとね、あのちょっとだけあの英語の勉強したいと思います。So, 外国人の方いるから。The time, this is the time for studying English from now on. このもしを使う言葉ともし使わない英語です。こんなニュアンスが違うんですよ。And I want to see the difference of the nuance from this, this sentence. 英語を読んでください。All right, I'm gonna read the sentence. I am bird. I could fly to you. And this, これね。私は鳥なのであなたのところに飛んでいきますっていう英語。So, this is, telling that I am bird, so I can fly to you. でもそこにもしをつけると。But when we add if to the sentence, じゃあ読んでください。If I were a bird, I could fly to you.
もし私が鳥だったらあなたのところに飛んでいけるのに次残念だわとか。So the second sentence is telling that I am not the bird. So 悲しいわとか。I cannot fly to you. So that's sad. ね、このもしっていう言葉ってすごいなんかなんだろうと思ったんですよ。So I kind of wonder when we put if this nuances kind of changed. 私たちこのようにもしこうだったらもしこうだったらもしこうだったらっていつの間にか考えてしまいます。So we tend to think that if I were something, I could do something. この言葉ってなんかこう祈りながら思ったなんかこう現実を嘆いている言葉じゃないかなと思うんですよ。With praying, I realized that this word is just complain or mourn about our reality. This is the word comes from the situation that we are not satisfied with the reality. だからさっきも言いましたけれども、イエス様はもしというんじゃなくて信じるなら神の栄光を見るとおっしゃった。So that's why Jesus said. わかりますかこれ。Jesus said in John 11:15, if you believed.もしじゃなくて神様のその言葉を信じるなら神の栄光を見るんだよと神様おっしゃった。But Jesus said, if you believed the word of God, you see the glory of God. だから私たち今日もしこうでなかったらっていうこのリストをこうね主に捧げてねこの約束のリストを掲げていきたいなと思うんですよ。I think that we all want to surrender the list of if I were. この100人 and instead we need to get the list of his promises. そう、100人隊長のようにもしこうだったらじゃなくてあなたが来なくても言葉をいただいたらこのしもべは治るんだっていうこの約束の信仰のリストをこういただきたいなと思うんです。As the centurion has, we want to have a list that if we only have the word of God. 皆さんはどちらのこう人ですか ？So which type of person are you? 現実嘆いて、もしこうだったらこうだったのになって現実を嘆くのか ？Are you type of the person that you're mourning about your reality? ね、権威ある神様の言葉を信頼して。ついていくのか。Or are you the type of person that trusts in the word of God, trusts in the authority of God and follow Him? 私たちのもしが本当にイエス様に対する信頼に変わることをね、祈っていきたいです。We pray that our if turn into the trust to God. Amen. Amen. はい、二つ目。Second point. 二つ目です。じゃあイエス様のフォーカスはどこにあるんでしょうか。So from where Jesus' focus is.この8節から9節の言葉を見てほしいんですけれども、so I'd like you to read the Luke chapter 7 verse 8 to 9. ここに100人隊長のチーム像が描かれているんです。And we see the チームの姿が。We see how strong team that it was. これすごいですよね。私も権威の下にいますが私の下にも兵士がいてその一人に行けと言えば行くチームなんです。The centurion explained about his team that he is under the authority but once he said go and his servants go and was そして来いと言えば来るチームなんです。And if the centurion says come his servant でこれをせよと言えばその通りにするチームなんです。Or if he says do this and his servant does it. 皆さんこれを聞いてどう思いますか? So how do you feel about this team? めちゃくちゃ強いチーム、強いこうリーダーシップがありますよね。 So we see that in this team there is a very strong leadership here. またある人はなんだもうなんか使いっ走りのように使う百姓長だなと読む人もいるかもしれない。 Or maybe we see that the leader, the centurion, doesn't respect his servant. そう、そしてなんかこうそのリーダーにこうなんていうかなこうついていくしもべのこのコミットがすごい強いなとも読み取れますよね。Or we may can read that the commit of the servant for
the centurion is really strong. So in like some teams or community may have these strong leadership.ね、やっぱりそうすると本当にこうビジョンを達成していくでしょうし、大きなことも成し遂げられると思います。I believe that if we can have really strong leadership, maybe we can approach to the vision or something. ただ聖書を読むときになんかこう偏ってこう読まないように気をつけてほしい。However, we need to be careful to read the Bible to with like to rely on that thoughts. そのこの従順な強い関係だけにこう目を留めないでほしいんですよ。So please do not only focus on the relationship of the centurion and servant. 私たちが本当に目を向けなければいけない部分。So what we really focus on is.それが9節ですね。This is verse 9. イエス様は何を褒めたかなんです。So we need to see what Jesus prayed. イエス様はこのチーム力を褒めてないんですよ。Jesus doesn't be marveled or moved to see the how strong the team it was. なんか従順なしもべを称賛もしてないんですよ。Or he didn't is pleased.To see how humble the servant is. で、強いリーダーシップも称賛してないんですよ。Neither he doesn't say good things to his to the centurion's strongest leadership. この九節、このような立派な信仰を見たことがないと彼らの信仰を驚かれたと書いています。So verse 9, he marveled at him.And he said, "I tell you, not even in Israel I have found such faith." イエス様は見えてたんですよ。So Jesus see the truth. 彼らがどのような動機で動いているかということ。So Jesus sees the motive to join the team. 彼らはイエス様がおっしゃったのは彼らの信仰を見て褒めてくださった。So Jesus marvel.Them to see their face. 彼らのこの一致、彼らの従順さ、彼らのコミットっていうのは、それぞれのイエス様に対する信仰から生まれてたってことなんです。So we can understand that their strong commitment or unity actually comes from the face to Jesus. ただ私たちそこって見えないですよね。But we cannot see what kind of motive we have. We cannot see that. 信仰を持ってるけど、なんかこう途中でなんかこうやめたいなっていう気持ちになったり。We have faith, but sometimes we want to give up our things. 信じながらやっているけど、時々疑いが起こったり。We are following Jesus, but sometimes we have suspicious about. 日本人だからもうみんなやってるしとか。Or We just doing things because everyone do this. これを私がやらなきゃ誰がやるのっていうこう義務感で動いてしまったり。Or we feel that we have kind of obligation that no one can do this, so I will do this. 正しいからやりますみたいな。Or this I will do this because this is the right things to do. ね、それらは間違ってないと思うんです。I don't think this is.でもこの聖書を読むときにこの外側この関係だけを見ると私たちはそれだけをやろうとしてしまうんです。But when we just read or understand the relationship with the centurion and servant, we just try to do only do this. だからこう考え出すと本当に分からなくなるので今日シンプルにしたいと思います。So I want to make things really simple today. イエス様が褒めてくださったこの信仰は何なのか。So I want to talk about the faith that Jesus marveled to see. この彼らの信仰の従順というのはいつも焦点が神様に当たっているということなんです。The important thing is.Their focus is always on Jesus. それは百人隊長も神に焦点が当たり、しもべたちも神様に焦点が当たっているから信仰を褒めていただいたんです。わかります？ Jesus,
was pleased to see his, their face because the centurion always focused on Jesus and the servant as well. だから百人隊長はイエス様が来ていただかなくても言葉をいただいたら治るんだっていうこの信頼と信仰がこのチームにあったんですよ。So that's why, there is a really, strong trust to Jesus that, as centurion says, if I can have word from you, my servants will be healed. 私たち絶えずこう決断するときや会話する、うん、決断するというかな、そういう時に本当に何に私は応答してるんだろうということをいつもね、こう立ち止まってほしいなと思います。So I'd like you to stop and think and pray when we do something or when we decide to do something. 神様からその言葉をいただいてほしいと思います。I'd like you to receive the word from God for そしていただいた言葉を本当祈り合ってほしいと思います。And if you receive the word of God, please pray each other. その時に私たちは外側を見るんじゃなくて内側のキリストにあるこう信仰の一致っていうのが神様が作り出してくださると思うんです。So when we do this, when we pray together about His word, we don't have to see only the surface, but actually, we can see inside that and realize that He, Jesus, built the foundation of faith. エペソの4の13です。It's Ephesians. Let's read Ephesians chapter 4. 私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。Ephesians chapter 4:13 says, Until we all attain to the unity of the faith and of knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. 私たちが目指すべきものはキリストの御丈だって書いています。So what we need to follow is the stature of the fullness of Christ. この御丈っていうのは身長っていう意味なんだけど、身長ではないです。So stature is not talk about like height. 私たちが目指すべき、姿はキリストだっていうことです。This verse tells us that our character, the character we need to follow is Jesus Christ. 信仰の一致と知識の一致とこの品性の成熟、いわゆる大人になっていくっていう意味がエペソ書に書いています。So Ephesians tells us that unity of faith and maturity of our character. そして教会一人一人はその目指すべき対象が自己実現じゃなくてキリストにあるときにその信仰の一致が生まれてくる。And each one of us as church, when we followTo Jesus Christ, there is a unity of our faith. そして強いここで言うチームが生まれてくる。And after that, we see the really strong. そうしてるうちに癒されていく。And then the person will be healed. イエス様のやり方って不思議だと思うんです。I think that the way of Jesus is kind of unique. 私たちの焦点。心の焦点がどこに向いているかを神様は問われているんじゃないかなと思うんです。I believe that God is asking us that where our focus, where do we focus on? なので、すべてのこのいろんなこの機会をこう自分この機会は本当にこうことを達成することじゃなくて、私はキリストの御丈に似ているだろうかっていうふうにこう考えていってほしいなと思うんです。That's why I'd like you to stop and think that if you face some opportunity not to accomplish something but to think and pray that how you can be like Jesus. 難しいなんかこう大変な状況もこのことを通して私たちはキリストのこの身だけ姿に神様何を作り変えたいんだろうというふうに焦点を変えていくといいと思うんです。 So I believe that if we canchange our focus when we face really difficult situation that this is a time to be recreated by Jesus. そうするとたとえことがうまくいってもいかなくても私たちはイエス様に似ていくんです。If we can do this, our situation is going good or bad, we can be like Jesus. 結局勝利です。
And then we finally have a victory from God. 私たちこれが本当に人間関係や教会のこう本当土台になっていくなら、本当にイエス様がこう称賛してくださるんじゃないかなと思うんですよね。If this faith become our foundation, Jesus will marvel to see our faith.、ね、今日ペンテコストの日って最初お祈りしたんですけれども、This morning I pray that this today is the day of Pentecost. ね、こう聖霊が一人一人の上にこう留まられた日です。This is the day that the Holy Spirit is on.Each one of us. そして教会が生まれた日でもあります。This is the day that church is born. 聖霊様は良いものだけをくださる。Holy Spirit gives us only good thing. 今日本当にこの聖霊様くださる良いものを受け取ってほしいなと思います。Today we want to receive the good things from the Holy Spirit. 祈りたいと思います。I want to pray. 立ち上がってください。との時間を持っていきましょう。 Let's take time to take time with Jesus. 聞きしたいです。 I want to ask one thing. 今日自分の生活を見て、人生を見て、こうだったらいいのにな、もしこうだったらこうじゃなかったのに、何かこう現状に嘆いている人がいますか？ So looking back in your daily life, do you feel that if I wereCould do this. Do you think like that? 何か後悔をしている人いますか？ Or do you regret something? 何か羨んでいる人いますか？ Or do you compare yourself with something, someone? 今日イエス様はあなたのところに聖霊として介入したいとおっしゃっています。Jesus, today Jesus said to you that he want to come into your heart as the, through the Holy Spirit. イエス様はもしこうだったらって思う必要ないよっておっしゃいます。Jesus said to you, you don't have to think like this. 私はあなたを作ったと主がおっしゃいます。The Lord says to you, I created you.その状況を私が許していると主がおっしゃっています。The Lord say to you, I allow the situation to happen to you. 難しい状況、何か長い停滞期間のように感じている人いるかもしれません。I feel that there may be a person who feel struggling with their situation for a long time. でもイエス様おっしゃいます。もしというんじゃなくて、信じるなら神様の栄光を見るとおっしゃいます。But Jesus say, you don't have to think if I were, but if you believe the word of God, you see the glory of God. 今日このもしこうだったらっていうリストを今日主にお捧げします。Today we surrender the list of if I were something. そして約束の言葉と入れ替えてください。And God, please give us the list of your promises instead. 主を信頼する思いと入れ替えてください。And please change your heart to trust in you, Lord. そのように願える方いたら手を挙げて主の前に落とし
とをしましょう。And if you pray like this, please raise your hand in response to God. お祈りします、イエス様。I want to pray, Jesus. 私たちの後悔をご存知であることありがとうございます。Jesus, thank you for knowing that our regret.心の葛藤もご存知であることをありがとうございます。 And you know our strugglings. Thank you, Jesus. いつも何か不満げな心も主がご存知であることありがとうございます。 And you know our heart that we are complain something. ないものを探しやすい私たちの弱さもご存知であることありがとうございます。 And Jesus, you know our weakness that we easily to find something. でも主は希望をくださっていることありがとうございます。 And Jesus, thank you for giving us hope. 主の言葉、私の言葉が真実だと主がおっしゃいます。 Jesus, you're saying that your word is the truth. この言葉を奪われていたことを許してください。 And we are sorry that we are taken.あなたの言葉に焦点を一人一人が当て続けていくことができるように助けてください。Lord, please help us to focus on your word. どうぞ疲れている人がいたら今聖霊様を訪れてください。And we pray that for people who are tired, please Holy Spirit come to them. あなたが新しい力を注いでくださいますように。And you give the new strength to them. 何か乾いている人がいたら今イエス様乾かない聖霊の水を注いでください。 And we pray that for someone whose heart is really dried up, and Holy Spirit, please come to them and fill them. 何か知恵が必要な人がいたらどうぞ主よ本当はあなたの超自然的な知恵を与えてくださいますようにお願いします。 And we pray those who need your knowledge, please give them your knowledge, your knowledge, Lord.もし何か病を抱えている人がいるなら神様どうぞ今日宣言します。 We pray those who are struggling with their sickness, I declare this. イエスの血が私たちを清め癒します。 The blood of Jesus is purified us and is heal us. 一人一人がこの神様の言葉を本当に握りしめていくことができるようにどうぞ主を助けてください。 Jesus, please help us toHave and keep having, keep grabbing your word. イエス様のお名前で祈ります。In Jesus' name. Amen. Amen. もう一つを聞かせてください。So、I'd like you to ask one more thing.、ね、本当に、人のイエス様との関係が何か距離があったっていう人いませんか？ Do you feel some、distance between Jesus and you? あなたの声が聞こえなくなっていた。Do you feel that you cannot listen to, you cannot hear the voice of Jesus?主のところに戻ることに何か資格がないように感じる。Or do you feel that you're not qualified to go back to Jesus? 恐れて退いてしまってる。Or do you feel fear and you want to run away? でも主はこうおっしゃいます。息子娘よ、私のところに帰ってきなさいとおっしゃいます。But Jesus say this today, my son and my daughter, please come to me. 今日主のもとにもう一度立ち返ります。帰ってきます。そのように願われる方いたらまた教えてください。 If you desire to go back to Jesus once again, please raise your hand. Ma'am. イエス様、今日も本当に救いを届けてくださってありがとうございます。 Jesus, thank you for giving us the salvation. 十字架で私たちのために死んでくださった主をありがとうございます。Lord, thank you for your cross. 恵みによって資格あるものに変えてくださったことありがとうございます。Lord, thank you for your salvation that you turn us into the one who have quality. どうぞ一人一人の人生をと導いてください。And please, God, lead each one of us. 心を導いてください。Lead our heart. イエス様の名前で祈ります。In Jesus' name, I pray. Amen. 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 じゃあ一緒に宣言文を読んでいきたいと思います。So let's declare this together.日本語から言いたいと思います。はい、イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。英語で In English, Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Jesus is my Lord. Amen.